それがある日夜中に凄まじいでかい火の玉を見たと。でその後に白い粉がいっぱい降ってきたと。それですぐに彼らはそこから離脱して母校に帰ることにしたんだけど、あれだけはしないと、無線連絡だけはしないと。なぜならば彼らも戦争中は漁船も、要するにアメリカの、爆撃機が来るのを一応報告するような役割あったんですよね、海上で。それだとか揚子江に駆り出されて、そこでもって輸送したりとか、そういうことに使われていたから、軍事的なことは詳しかったから、これ下手に無線して傍受されたら沈没されるかもわからない。それでただ何も言わずに焼津に戻ってきたんですよ。そして、すぐには上陸させないで、一人が行ってこれどうしたらいいかっていう形で問い合わせたりしたんだけど、誰も何が起こってるかわからない、海上保安庁もわからないし。それでも結局は上陸して、その時はもう真っ黒け、髪の毛も落っこちてる、みんな。それでそこの保健所かなんかの医者が広島原爆の後に入った人で、で彼はこれは原爆症と同じだと。でたまたまそこの看板長っていう、マグロ漁船の看板長が一番偉いみたいな、船長より偉くて、で彼が缶からにその白い粉を入れてきたんですね、その漁船に降ってきた爆発の後に。それをその医者が東大病院に送ったと。で確か52年にあれがありましたよね、サンフランシスコ条約で日本が独立したと、占領体制から抜けたと。でそれなりに日本人もプライドを持って、それ東大の研究室で調べたら、それが水爆のもんであるということが分かって、ですぐに東大病院に入って彼ら治療を受けたけど、結局一人はそこの病院で死んだっていう、その人が久保山愛吉さんという無線長の人なんです。でもそういうことがあったんですけど、アメリカは日本の海上保安庁にその日3月の頭に、その年の54年の3月の頭に水爆実験するってことを通達してたんですね。でも海上保安庁は漁船に一切通達してなかった。それでも彼らは立ち入り禁止地区から200キロぐらい離れたようなところにで漁をしてたんです。それなのにその水爆っていうのは広島原爆の1000倍ぐらいの勢いのあるやつで、それで被爆したということだったんですね。でも結局はその第五福竜丸の船員だけは保証金を受け取ったんです。証拠を持ってきたから。でもそれ以外にも800隻ぐらいのマグロ漁船が出てたんですね、北の北海道から九州に至るまで。それで漁船がそういうところを母港にしてるのが一斉にそこらに出ていったんですよ。彼らは一切そういうような保証なくて、次から次へと操業中に死んだりとか、どっか寄港してる時に死んだりとか。翌年の読売新聞の元旦号で原子力平和利用ということを大々的に打ち出して、そしてアメリカからノーベル物理学賞クラスの科学者を招いて、要するに原子力平和利用のキャンペーンを張ったわけですよ。それで法整備も原発だったらいいじゃないかと、平和利用だったらいいじゃないかと。でもその裏はそれを中心に日本側で主導した政治家中曽根康弘なんかは
やはり元々海軍の将校だったですから、日本が負けたのは原爆のせいであると。で、原爆を持つことによってやはり日本もまた一等国になるんじゃないかというような夢があって、その本心はそれだし、外務省もそういう形で言ってたわけですよ。その頃は防衛庁なんかも抑止力としてそういうものを持っておくのはいいだろうと。でも実際に原爆を持って原爆戦争やっても日本は数発でも全滅しちゃうから、それは無理じゃないかというようなことはちゃんともう言ってるわけですよね。僕はね、あれ言ったことあるんですよ。その原子力っていう、原発っていうのはどういうものかっていうことをね、自転車で東京から行って東海村行ったことあるんです、現場だけ感じてみよう。したらもう建物はできていて、そこの守衛はもうニコニコして、もう夢のエネルギーがここにできるんだっていうような形でいるんですけど、その夜キャンプ場に泊まったら、夜中そのキャンプ場のオーナーがまあみんなを集めて焚き火を囲んでいたら、ボロボロの泥だらけの若い女の子の村人が連れてきたんですよ。そしたらその村人が言うには、この子は強姦されて橋の下で泣いていたんだという形で、それまでのなんかキャンプファイヤーのなんていうんですかね、何人かいたんですけど、そういうのが途端にシュンとしてしまって、これ一体何だろうというふうに僕は疑問を感じたんですね。そのやっぱりね、土地に凄まじい亀裂を起こすんじゃないかと。用地買収だとかそれだとか、まあ危険なものを安全だと言いくるめて、それはおかしいなと思って、もっと本当にちゃんとあれしてればよかったんですけど、まあ僕はそのままなんとなくおかしいおかしいと思ってたのがあったんですけど、だんだんとやはり日本であちこちにできてくると、やはりその最初の直感っていうのは確かに土地の社会を完全に分断するんですね。そして荒れさせる。そして土地の人はだんだんと諦めて、その金、それによって仕事ができる、それまで過疎地だったりとか、すごく差別されてた人たちですよね。例えば関西電力が一番原発依存度が高いじゃないですか。で、若狭湾に今でも13基あるわけでしょ。それなんか例えば敦賀なんかの歴史を見ると、あそこはもう魚が取れてしょうがないぐらいの非常に豊かな生態系のところだったんですけども、それを売るのが仲買人に全く買い叩かれて、ただ同様にずっと買われてたんだ。それが何百年って200年ぐらい続いてたわけですよ、江戸時代あたりから。それでじゃあ俺たちも金持ちになるチャンスじゃないかっていう形の、そういう町の商業主義に対する怨念みたいなところで原発推進になったというような、一つ一つね、かなり例えば上関にしても伊方にしても、かつては海運業ですさまじく栄えたんですね。瀬戸内海の海運、特に石炭の運ぶ、それが陸運に変わってしまって、鉄道やなんかで、
そして石炭産業も下火になって、かっては沖屋が何軒もあったりとか、映画館も2軒もあったりとか、みんなすごい贅沢をしていたのが途端にできなくなった。それでまた夢をもう一度っていうんですか、だから伊方も八幡浜っていう港、その海運業の基地、上関も江戸時代から海運業の基地ですよ。下関、上関っていうぐらいだから、もう一つな、あ、中関っていうのがあって、それが確か防府っていうんですか、徳山あたりにあるんですけど、そういうようなところを狙ってきたんですね。それと過疎地の人たちも一応テレビが入るようになった。そしたらみんなすごいいい生活をしてると。それは日本が、あの日本人全体が原発にコロリといったのは、アメリカのソープドラマが次々と来るわけですよ。アメリカの家庭の内部を映すでかい冷蔵庫があったりとか、まあ、でかい車があったりとか、もう電気製品全部あるっていうような、そういうような世界、これが豊かさじゃないかって。でも俺たちは過疎地だから都会のやつらみたいにそんな贅沢ができないっていうような、そういうコンプレックスのところにつけ込んでいくんですね。でやはりあの推進派は非常によく調査して、どれくらい新聞を購読してるかとかね、あの学歴が、平均学歴がどのくらいかっていうような形で調べていくわけですよ。だから一番素朴な人たち、貧しさの中でもあのそれなりにコミュニティでやってきた先住民みたいな人のところにつけ込んでいくんですよね。だからこれはね、やはり大元には差別の構造があると思うんですね。そして政府も結局最初は電力会社みんな反対したんですね。社長自ら、こんなに危なくて金がかかることはやっていけないと。それで実際に放射性廃棄物どうするかっていうぐらいまでやっぱり考えたわけです。それは政府が要するに総資産の数パーセントですよ。今は 4.4% らしいんですが、それが利益として計上できるような法律を作ったんですよ。そうすれば原発は非常にコストがかかる、資産としては非常に巨額になるわけです。でしかも遠距離から運んでくるから、送電線も原発分ぐらいかかるわけですよ。それも資産になる。送電もやっぱり電力会社のもんですから、それによって電力会社は儲かるようになる。そういう形で政府も推進して電力会社も推進になったんですね。それで結局は彼らは特別な調査団、要するに洗脳部隊だとか、その金のばらまきですね、政府の、要するにダムに作るところにやってたようにあれをするわけですよ。補助金を与える、作るってことになったら、それで作るでしょ。それで村ではいっぱい箱物ができる、やっぱりあの都会と同じような生活水準になる。だけどそれは最初にもらうんであって、その後はなくなるから、その維持費でかかる。だからその維持費を得るためにまた次の原発を同じ敷地内の隣に作らせるって形で、あの次々とできていったわけですよ。